どうも、こんちゃ。あ、こんちゃでございますね。こんちゃでございますね。ここにお弁当がありますが、このお弁当はですね、いただいたものでございますね。いただいた弁当なんで、無料でございますが、どういう経緯でいただいたのかという話はしません。それはしないんですが、無料のお弁当でございまして、ごく界隈の人はですね、あ、この弁当はあの弁当だなって分かる人は分かる、分からない人は分からないっていう、そういう弁当なんで、それ以上は言いません。はい。でですね、このお弁当をいただくわけでもすごいんだよね、これね。なんとね、ソースと醤油がですね、こんな感じでですね、こうセロテープでつながってこうついてるんですよね。これはですね、新しいパターンですが、これいいやり方だと思います。こうやってですね、外側にこうついてるとですね、あの電子レンジをチンした時に間違えてこれを入れたまま電子レンジでチンをするっていうですね、ミスが非常に多いんですよ。あの本当にですね、多くて、私ですね、何度もこれ爆発させてるんですが、そういったこういったことがないということでですね、非常にこのこうやってさ、醤油とソースがさ、だから醤油とソースが2つあって、で、これ輪ゴムで閉じてるでしょ？で、この輪ゴムで閉じてるところにこうやって挟まってんだよね。これナイスアイディアですね。これは非常にナイスアイディアなので、日本中のお弁当屋さんにこのやり方を奨励したいと思いますね。あ、ちなみにここで見えてるのはネズミ駆除、あ、まあいいや、あ、ネズミ。それでですね、じゃあ早速お弁当開けてみたいと思いますね。ですね、全国チェーン、本家かまど屋、全国チェーンのですね、かまど屋さんというですね、全国チェーンのお弁当屋さんがあるそうなんですが、検索してみるか、かまど屋、知らねえな。あ、うん、かまど屋、かまど屋、本家かまど屋、全国チェーンであったかいお弁当を提供ということで、全国チェーンにあるお弁当ということでございますね。何種類かお弁当があるんですが、一体どのお弁当だろうか、そして値段はいくらなのか、あ、チェックしてみたいと思いますね。ちなみにいただいた無料のお弁当でございます。無料のお弁当、なかなか豪勢でいろいろ入ってますね。こんな感じでございますね。なかなか豪勢なお弁当でございますが、これはどれだろう。期間限定メニューってなんな、どれだろうこれ。どれだろう。ちょっとそれらしい弁当が見当たらないですね。すごいお弁当の種類が山のようにあるんですが、本当に、スペシャルメニュー、新メニュー、定番メニュー、多分定番メニューじゃねえかなと思う。あ、定番メニューではないですね。定番メニューではないです。もっと豪華です。スペシャルメニューですね。スペシャルメニュー。本家お弁当チェーン、門屋。推察でね、推察としてはね、なんかどれだろうこれ。今、門屋のホームページ見てるんですが、800円ぐらいのお弁当だと推察してますが、ちょっと全く同じ弁当が見当たらないですね。推定で800円ぐらいの弁当だと思いますので、早速いただいてみたいとですね、ただほど安いものはないってことですね。本家門屋さんの、多分推定800円ぐらいのお弁当でございますが、ただより安いものはないということで、本当にいただきま、いただきま、じゃあいただいて、まずこの上になんか、これ多分ね、カニクリームコロッケですね。僕はともかくカニクリームコロッケ、カニのクリーム、あ、大好きだな、か、あ、カニクリ、カニクリ、ヒッヒッヒ、カニクリ、カニクリ、ヒッヒッヒ、いただいてみたいと思います。カニクリームコロッケ。違った、メンチカツだった、あ、メンチカツだった、あ、でも美味しいな、これメンチカツ、メンチカツこういう形にするのって珍しいよね。普通ね、カニクリームコロッケだけどね、まあいいや。あ、いいんじゃないですか、美味しいじゃないですか。次、なんかおしんこが入ってますね。あ、大根のおしんこでございます。なかなか美味しいではないか。次、これは何ですかね、これ。でっかいさつま揚げみたいなやつ。あ、サバのフライですね。サバのフライ。っていうか、天ぷらだよね、これって衣ついてるからね。サバだと思います。
なかなか美味しいではないか。あ、ばばばばば。次、やっぱタダでいただいたお弁当は美味しいね。いや、やっぱただほど安いものはないみたい。いただきます。どうやっていただいたのかという経緯は秘密でございます。余計なことは YouTube で喋ってはいけない。これ、もう悪いことしたわけじゃない。大根の、切り干し大根だよ。なかなか美味しいではないか。切り干し大根はね、俺の親父がすごく好きでね、俺の親宮崎で生まれ育ってさ、なかなか煮物でございます。で、ガンモドキの煮物。美味しゅうございます。なんで私がね、この弁当を絶対けなさずに、美味しいと言うのか。それは、当然、この弁当を手に入れた経緯というものがございます。いや、ほんとまずいことはないんだよ。それでですね、この、切り干し大根はね、うちのね、親父が、ほんと好きで、なんでお袋がよく家で煮てましたね。宮崎が名物らしいんですよ、切り干し大根は。これは何だろう。ほうれん草のおひたしに人間がちょっと入ってるような感じで。なかなか美味しゅうございますね、本当に美味しゅうございますね。絶対にこの弁当は私はけなさない。絶対けなさないんですよ。なぜか。それは、この弁当を入手した経緯に関係があるわけだ。で、これ、シューマイ。シューマイですね。なかなか、なかなか美味しいシューマイでございます、ね。でもね、本家角屋の弁当で、これ今日持ってきたばっかりで、もらって帰ってすぐ食べてるんで、実際ですね、美味しいですよ。実際美味しいです。はい。で、なんかこう、さつま揚げとか。美味しいですね。実際美味しいよ。ほんと美味しいよ。よし。次。卵焼き。いつものね、スーパーで買ってる卵焼きの10倍美味しいね。いつもスーパーで買ってる時の弁当の卵焼きってすごい甘いじゃん。でもね、これ全然甘くなくてね、出汁の香りがものすごく口の中に広がってね、大変美味しい卵焼きでございますね。本当に。今日はともかくこの弁当の悪口は僕は絶対言わない。なぜか。それはね、この弁当を入手した経緯にあるわけでございます。美味しいじゃないですか。今日はこの弁当の悪口はね、絶対今日は僕は言いませんよ。ちなみにこの本家角屋チェーンなお弁当は、どこにお店があるの？これは。お店を探す。私の家の近所にはあるのかしら。ある。なんかさっきからこれペコペコ音してるのはですね。ちょっとパソコンが今ちょっとペクペク音がしてにぎやかなんで、ちょっと止めよう。ありますね。よし、今度は買いに行こう。買いに行こう。この辺にもあるんだ。結構いっぱいあるね、この辺に。
竹里の駅前にあるんだ。へえ、じゃあ今度買ってこよう。うん。うん。なに、美味しい弁当ですよ、でも本当に。うん。うん。うん。いや、これいいや、ほんと。LINE が今うるせえんだ、いろいろ。うん。うん。いろんな人が、いろんな投稿している。いろんな人がいろんな投稿してるってことは、炎上してるってことですね。LINE が。ちょっと私の界隈がですね、ちょっと炎上してますね。うん。うん。ただ、炎上とこの弁当は何の関係もないです。うん。うん。何の関係もない。うん。あの、普通に、平和におとなしくやっております。うん。美味しいじゃないですか。うん。ただでもらったからね。うん。うん。うるさい、あの、すごいな、なんか、これ、LINE が、なんか、うん。あ、うん。うん。でも、この醤油とソースをこういうふうにやるのは、本当にいいアイデアだよね。これはね、ガチで、うん。うん、いいと思うね。うん。だって結局醤油とソースは使わなかったけどね。というわけでね、うん。というわけで、いただいたお弁当を美味しく食べるということで、お送りさせていただきましたね。うん、全国チェーン本家角屋さんの多分800円ぐらいのお弁当だと思います。で、これは何かで使うんで取っておくってことですね。そんな感じかな。うん。なんで悪口は言わないのか。ね、弁当、大手チェーンのお弁当だぞ。なんで悪口は言わないのかってね。それは僕が大人だからですね。僕が大人だからということになりますので。以上になります。最後まで、お付き合いいただきましてありがとうございます。どうもごちそうさまでした。大変美味しいお弁当だったということですね。では、失礼いたします。